もうずっと挑戦でしょ、俺のアーティスト人生。強い相手を見つけて一人ずつ倒していきますよ。僕のライブ見に来てたファンですもんね。いや、ファンには負けられないっすね。僕はもうファンじゃないですよ。一人の敵として見てます。タワヤマの無人公園、場所分かりました。奈良じゃないっすよ、島根です。別にどこでもよくないですか。今日来た時になんか練習してて笑っちゃいました。努力が結果につながること分かってないんですね。僕が有輪史上一番の点数出しちゃおうかな。最近の僕は負け知らずです。ヒロ君との試合完全に負けですよね。 YouTube ばっかやってるから負けるんじゃないですか。今 YouTube で一番数字持ってるアーティストって僕でしょ。しゃがれ声やめた方がいいんじゃないですか。点数にならないらしいですよ。加点されないっすよ。僕が勝つんでまたリベンジしに来てくださいよ、いつか。これで俺がもし勝ったら変に連絡したくないでほしいです。ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。サウシードッグ石原慎也です。今日はですね、石原慎也を家サウシードッグを拠点番にしに来ました。うるせえなボコボコにしてやりますよ本当にね、多分終わる頃には同い年なんだけど、多分敬語で僕に喋ってると思いますよ。いやいやいや、どっちが。いやいやいや、本当にいや、めちゃくちゃ強いね。いや、やめてよ、なんかバカにしてる。いやいやいや Urine 7 ルール説明。カラオケ採点の点数で戦う。自分の歌、相手の歌を歌い、合計の点数で争う。今回戦う曲はいつか、ドライフラワー。Ready. Fight. どっちから歌いますか。ジャック。勝った方が決めれるでいい。勝った方が先歌う。うん、いいよ。俺も全然先にかましていきたいタイプだから。あ、じゃあ勝った方が決めれるにしよう。オッケー。最初はグー、じゃんけんぽい。まあまずはじゃんけんで一勝。それなしでもいい。どっちがいい。俺から歌おうかな。じゃあいつか現状金で大丈夫ですよね。あ、本人様ですもんね、やっぱり。え、なんだ、自分叫びやろな。悪い、悪い、ずるいなぁ。じゃあ、いきます。早速、入れていきたいと思います。うわ MV 流れてるよね。そうだよ。知らんかった。もともと違った今。いや、もうじゃあ、めっちゃもう緊張するからやめな。暗がり星が綺麗に見えるってさ、地べたに寝転んじゃうあたり、ああ君らしいなって思ったり、時間を忘れて夢中になった赤信号は点滅してる。肌寒くなり始めた季節に僕らは初めて手をつないだ二人の物語。やばい。一つの傘を差したり、ブランコに乗り星を眺めたり、星ボタン式の信号機をいつも君が走って押す下り、仰向けになって見た湖中に浮いてるみたいってさ、
しゃいでる君とその横でさ、もっとはしゃぐ僕なら本当に飛べるような気がしていた。ああふわふわと夢心地、君の隣、二人の物語。
一つの傘を差したり、ブランコに乗り星を眺めたり、星ボタン式の信号機もいつも君が走って遅くなり、青向きになって見た湖中に浮いてるみたいで、さあはしゃいでる君とその横でさ、もっとはしゃぐ僕なら本当に飛べるような気がしていた。ふわふわと夢心地、君の隣、君の見える景色を全部僕のものにしてみたかったんだ。君を忘れられるな。やばいやん、めっちゃうまいやん。ただ95点はすごすぎるよ。いや、ほぼあれやったね。いやいやいや、そうですね。いや、もうそれ、あの点数出してる人いったら嫌みたいな。やばいやん。前に通ってたあの道、信号機はなくなるみたいです。思い出して切なくなる気持ち、いつかはなくなるみたいです。そういえば寒い雪降る日の川山の無人公園でさ、震える体、暗い中いつものように笑い合う街灯の下で僕の目に映り込んだ君が、いつもよりちょっと寂しそうな気がした。今になってさ、思い出してさ、後悔じゃ何も解決しないさ。忘れられないのは、受け入れられない、景色を全部君にも見せてやりたかったんだ。あったかい心をひと口、いつかまた会う日までと笑う顔に嘘は見当たらない。じゃあね、いつかをさ、入ってないところに入れたじゃん、うん、あれがもしかしたら
点数上げてあげようってなってるのかもしれないよ。なるほどね。なんか俺ドライフラワー今回ゴリゴリに入れていくから。レディーファイト。私じゃなくていいね。余裕のないとダメだったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんよね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことも笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なと私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れても、時間が経ってば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでよ。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。声も顔も不器用なとこも、すごいよ。あ、これこれ、マジで。だっていつか96点だよ。これ100いくんじゃん。いや、絶
対いけません。マジで。マジで。本当にカラオケないでよ。いや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 。めっちゃ怖いから。いやでも。あれさっきの方が高いんだ。まあね。あっちの方が。あっちの方が点数高いの、なんでの。 92.8 を取る。これ結構やばいね。やばいね。やばい。 92.8 を取れば勝ち。はい、え、キー10個あげる。2個あげぐらいだと。あ、嘘嘘嘘嘘嘘。これ、なんかちょっとやばい気がしてきた。強すぎない？違うじゃん、なんかラインで負けるかなってさ。いや、俺負ける夢見たんだね。マジで怖すぎて負ける夢見ちゃった。あげてない。勉強できました。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことはなってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。もう泣かされることもないし、私ばなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。プロのカラオケの方じゃない。
マジこれはでも信念やったほうがいいよ、信念信念で有利でしょ信念やったほうがいいよ強すぎない信念なの、これって強すぎない？どうですか？いや、めっちゃ何点だっけ？ 92.8 以上負けちゃって、うん、こう4人で喋った時に、うんうん、俺家でめっちゃ肩誓ったのみんなに、うん、俺もう一生負けねえからどうじゃん情けない姿は見せないからっつって、うん、うん、これ情けないな情けないちょっともうこの企画ダメだいや、やめろやめろよやめろよ皆さん、俺のこと捨てないでくださいいつかちょっとリベンジしてもいいですか？いや、もちろんもちろん本当にだからさ、最初ずるいよね、あれ95.9 なんて見たことないよでも同じだったじゃん。いやいやいや 0.4 点俺が負けてたんだよね。だからそんな優しく多分かけてもらっていいうまいやでもさ、今までこういろんな方とコラボしたけど、うん、G2 点数はやばい。嬉しい。だって初めて96点出るんだね。ぶっちゃけさ、あのドライフラワー、あの今日俺もドライフラワー歌って知ったのよ、うん、練習したんだけど、めっちゃ覚えやすいんだよね。で、いつかって多分覚えやすいじゃん、歌いやすいし。で、そういう曲がいいんだよね、多分ね。何のフォローにもあったんやだからしっかりフォロー。曲めちゃめちゃいい。いや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 曲が良かったらよくねあ、僕たちね、本当皆さん勘違いしないでもらいたいんですが、うん、煽り動画はありましたが、本当は仲良しなので、うん、はい、皆さんね、本当に勘違いしないでもらってくださいいや、負けて動揺してるから、今仲いいからね。あの、本当にいつかまたライブでよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。また次、リベンジできるように頑張りますので。なんかもっとさ、コンテストケースでお願いしてもらって、あー、もっと俺が有利なルールにしたいよね優位かコンテストケース。あ、全然優位。でも、え、マジ聞きたいんすよ、俺マジ聞きたいんすよ。じゃあ、それが終わってからちょっと聞かせてじゃあ、次はね、はい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、チャンネル登録とグッドを忘れなく、サウシードッグさんの、YouTube のチャンネル、あの、うん、ミュージックビデオとか上がってるチャンネルを概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで皆さん、しんやくんでした。ありがとうございました。また明日。チャンネル登録お願いします。